皆さんこんばんは、しんめぐです。こんばんは、しんめぐです。もう夜も遅いし、もうボロボロですわ、うん、こんな夜中にムービー撮り出すっていうから、そう、ね、もう部屋着でグダグダして、こんなヨレヨレなのに。そう、こういう時間に、まあ、大体5分から10分だけいただけたらなと思います。今回僕がご紹介するのは本当に簡単なトレーニングです。でこのトレーニングは普段スポーツされてる方とかっていうのはもう正直向いてないです。僕がお勧めしたいのは普段運動されてない方、食べたらちょっと太るの嫌やなとかいろいろ考えられてる方、そういう方におすすめです。うーん、本当に本当に私もやってみようかなと思って、ジム行こうかなとか思われてる方も結構多いと思うんですけれども、まあジム行く前にまずは自分自身でできることをやってから行ってみてください。そっちの方がもっとモチベーション上がると思います。で今回お勧めするのは普段スポーツされてない女性の方、筋肉量が少ないんですよ。筋肉量が少なかったら基礎代謝落ちます。だからこそちょっと食べたらもうオーバーカロリーになって、やっぱり太りやすい体になってしまう。だからそこを少しでも筋肉量を増やすことによって基礎代謝上げて太らない体作りをしましょう。はい、すごいしんどいこと言いません。もう僕が言うのは全部10回だけです、うん、腕立ても10回、腹筋も10回、スクワットも10回、背筋も10回、もう本当にただそれだけなんですよ。その10回を真剣に2日に1回だけやってみてください。毎日でもいいです。2日に1回でもいいです。そのペースさえ崩さなかったら多少なりとも筋肉量増えます。本当に、うん、本当に何もしてないからね。例えばアスリートとかもう普段からもうガチャガチャ運動されてるっていう方はこの限りじゃないんですけれども、本当に普段運動されてない方はこれだけですごく変わります。ああ、私にいいんだ、うん、なんでもっと早く出てくるのかな。おめぐだってジム行っちゃってるもん。でそういう方も普段ジムだけ行って他何もしないっていうんだったらこういうのやってみてください。はい、お付き合いください。なんか体操の兄さんみたいだよ今日。そう、そうやね、そうやね、そうやね。もうサスケ目指す方もぜひ見てください。いや多分あんまりないと思うけどね。だいたいこのチャンネル登録者数見てくださってる方、うん、女性が 7,8 割なんで。女性のサスケもあるよ。じゃあサスケを目指されてる方はぜひ参考にしてください。いやてか全然スポーツやってないのにサスケ出ようなんて思わないでしょ。例えば腕立てするんやったらこういう手でやってもいいけど、サスケ目指されてる方やったらピンチ力を受けられたのにこうやって。いやいやいや、もうレベル高いレベル高い。サスケ目指してる人、これ見てる人の中でいないから。うん、 OK、 はい、早速やっていきましょう。はい、はい、まずは、うん、腕立て伏せから、うん、腕立て伏せ10回だけです、うん、10回で10回だけど一連の動きとしては1回なんですよ。うん、どういうことかというと、まあ、幅程度開いていただいて、うん、でまずこの状態って楽なんですよ、うん、この状態ね、うん、手張ってるから、うん、で一番きついところってなったらこれで、うん、で戻すときに戻しきらない、うん、戻しきらずにで下にも落ち込みすぎずにこれぐらいで止めて今で、うん、ないよ、血管セクシーだよ、うん、いいねプルプルしてるよ、いや首筋出てるよ、いいね、うん、いや髪型ナムドさんだね、スタートアップしちゃう？あ、結構上げてるね。そんな目が多分上下できない。そういや上げる時もここまで上げたらわかる？え絶対無理だわ。ここ まずそこまでできひん。男の人は膝つけずにね、うん、例えば女性だったら膝つけて、うん、膝つけてやってください。じゃないと最初できひんから、うん、そう膝つけてこれで10回目指しましょう。はい、うん、でも例えばこういうふうにやって、うん、これダメです、うん、これ休憩できてます、うん、休憩できないここら辺で、うん、下まで行って下までも下もここまで行き過ぎたらこれ休憩してます、うん、これダメです、うん、
サスケ目指される方は、いや目指さん目指さん大丈夫大丈夫、指をこう、指をこれ、これでいって、これでいったら、そう、かなりきつくなります。まあ一気に乾かくなったね。きつくなった。はい、でこれが1種目目ね。じゃあそう、今のが1個目です。10回無理や思ったら、女性の方5回からでもいい、うん、とりあえずやっていくうちに、うん、10回いけるように絶対になります。わかりました。はい、ね、じゃあ次、うん、腹筋、うん、首をこうやるのもいいんだけど、うん、これをすると手に力入ってしまう人は、うん、首をグッてやるから、うん、結構痛いんですよ。分かる分かる、うんうん、だからもう胸の上でいいです、うん、胸の上でよくて、うん、まあ、ここじゃなくてここまで、うん、これいったら今完全に休憩してる、うん、これ楽なんですよ。これで次にってなって、うん、ここまでいったらこれも休憩してるから楽で、うんうんうん、これがダメで、うん、きついところでずっと止めるっていう、きついところってなるとここで止めて、うん、ここで止めて、ここで止めて、うん、え、今一回ごまかしたんだ。ぐらいでいいです、はい、うん、そう、あの今ので本当に1回みたいな、いや多分ね、女性それすらできない人もいるわ。いや、その可動域がね、無理やったら楽しながら。3種目目は、うん、背筋です、うん、この状態、これも楽なんですよ、うん、で上げ切ったところで、まあもうここは結構きついんですけど、うん、でこのこれぐらい、うん、でこれぐらい、うん、これぐらい、これこれ、うん、でこれやったらあの休憩なしで連続することになるから、うん、結構きついですよね。あ、っていう感じで、うん、いや本当に10回ぐらいからいいです。よかった。で4種目目は、4種目目楽にしようと思ったら、うん、10回ってそんな行き上がるような感じじゃないけど、本当にその10回をできる限りきつくしようとしてるから、うん、もう結構体にはきます、うんうん、スクワットも簡単に、うん、例えばこの状態で、うん、ここまでいったら楽なんですね、うん、もうこれダメで、うん、ここまで上がってしまってもダメだから、一番きついところで、うん、ここがここきつくて、ついたら、うん、これぐらいで、うん、やるみたいな、うん、足の筋肉って結構筋肉量的にはすごい多いんですよ、うん、だからまあ今は大体ここら辺されてて、うん、そう、こちらまでできてないから、あの例えばなんか壁にあと手ついて、あの なんて言ったら、これだけ、うん、これはあの10回じゃきつくなってこないから、うん、まあ30回ぐらい、うん、そう、もうこれだけ、うん、まあ、今のが最低限の流れです、うん、これを一つ1セットとして、ちょっと休憩を置きながら1回に3セットやったりとか、でも女性の方だったらもう本当に1日にもう今のやつ1回だけでいいから、とりあえず騙されたと思ってやってみてください。わかりました。本当にできるの？女性でも。女性でもできる。ちょっとやらしてよ。 OK。 さあ選手交代。今一連の流れを聞いてたというか撮ってたんですけど、うん、あの絶対できない。そもそも女性って腕立て伏せと腹筋もあの可動力でできないのよ、はい、だからちょっと一回やってみるけど、うん、ダメそうだったら私がいつもプロに教わってる筋トレを皆さんに教えたいと思います、うん、まず腕立て伏せね、はい、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK! 頑張った。こんなんでいいの？頑張った、それでいいね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK! ほら、ナイストライ。最近？はい。10、いいよいいよ、 OK、 どうよ、これじゃいけるな。いけるやろ、ほら。あとスクワットなんていつもジムでやってるの。はい、スクワットやってみよう。うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 いいよいいよ、余裕なんだけど。うん、いいやん。いいやん、いいやん。いやだからさ、いやそんなさ、あの難しいこと俺も言ってないよ。これは人によってはきつくできるね。男の人で結構体力に自信ある人でもその10回が限界を迎えるようにみんな調整してくるから。はい、じゃあ、 あの最後は足上げのやつ。私いつも髪乾かしながらやってるから。そうだから、そんなんでいいね、それは。うん、あのふくらはぎ使ってるっていう意識をふくらはぎに。めっちゃきつい、めっちゃきつい。あ、めっちゃきつい。ちゃんと意識できてる。もう30でも限界。 OK、 そうそう、30ぐらい限界なんね。 OK、 さあ一連の流れが終わりました。どうでしょう。いやもう簡単だね。簡単やろ。そうやね、時間も短いし。そうだから、これいけるなと思ったら1回に2セットやってもらってもいいね。うん、うん、まあ、絶対やらないよりかはやってもいい。うん、で毎日やらなくてもいい。2日に1回でいい。まあでもなんかそう、集中的にやる5分でできるメソッドって週に2、3回でいいっていう。うん、もう本当にそれ私も前にあのモデルフやってたじゃん。うん、あの方もそんな感じのことだった。うん、っていうのもね、あの筋肉一回使ったら超回復っていうのに時間がかかるから。うん、うん、そう、今のでたったこれだけの動きと思っても結構筋肉使います。これは絶対家に いるだけだからね、今。そうそうそう、本当におすすめなのはこういう筋トレしたら晩ご飯とかお昼ご飯とかに鶏の肉とか牛の赤身とかそういうタンパク質なものを取ってください。OK、うん、うん、ということでこれがあの新メグメソッド。巻き込まれた、うん、すごく簡単にできてタダです。確かに、うん、ぜひやってみてください。確かに、うん、皆さん楽しんであの健康な体作りしましょう。うん、ではでは、はい、おやすみなさい。皆さん頑張りましょう、一緒に。